さん。はい。あ、ねずこが来ました。はい、え、なになになに、サプライズの。はい。はい。サプライズ。お手紙です。はい。ありがとうございます。はい、お、ありがとう。なになに、誰から何のサプライズだろう。読めばわかるって感じですかね。はい、お、なんか、サプライズの手紙が来てるそうです。青とピンクです。じゃあ一つずつちょっと開けましょうか。あ、ありがとうございます。はい。じゃあ読ませていただきます。誰からですかね。はい。じゃあ読みたいと思います。え、ちょっと待ってください。読みます。メッセージを送ります。アスカちゃん、お誕生日おめでとう。生まれた時とても小さく、今でも華奢で心配しています。しかしアスカちゃんの笑顔は周りの人を元気にする大きな力があります。これから先もアスカスマイル忘れずにね。辛く泣きたくなった時は真っ先に駆けつけるからね。愛しています。お父さんより。すごい嬉しい。何ですかこれ。嬉しい、ありがとうございます。え、お父さん、お父さん見てる。なんかメッセージ来てるけど、お父さんから。ありがとうございます。お父さんからだ。ありがとう、お父さん、ありがとう。はい。え、じゃあもしかしてこのピンクの方はお母さんっていうパターンですか。はい。じゃあちょっと読みたいと思います。え、これ結構感動しますね。なんか結構きますね。じゃあ読みたいと思います。はい、じゃあ読みます。アスカちゃん、お誕生日おめでとう。 BGM 欲しいな。二重でした。すいません。二重のはっきりとしたとても可愛い女の子でした。あ、過去形なんだ、ありがとう。生まれた赤ちゃんの中でひときわ輝いて見えました。最初の子は男の子で、育児はとても大変でしたので、女の子はこんなに静かで楽なんだろうと思いました。愛想がよく、みんなに愛される存在でした。もちろん今もそのようですね。私の元に生まれてきてくれてありがとう。あなたから教わることはたくさんあったよ。あなたの幸せを心から願っています、母より。ありがとうございます。お母さん見てますか。なんかお母さんから手紙来ました。ありがとう。え、嬉しいんですけど、何ですかこういうの。なんかすごい初めて、嬉しいんですけど。あ、感動しました。ありがとうございます。じゃあ最後に、本当に最後に私から一言お伝えしたいと思います。実はこのアスチャンネルを始める前に、私はこのこういうお仕事から引退しようと思っていました。理由というのは特別な理由はないです。もう2年前3年前から思っていたこともありました。で、特にこういうコロナ禍というね、今たくさんの方がすごく苦しんでいることとか、世界中が苦しんでいる中があると思いました。で、そんな中で私にできることはないかなっていうふうに思っていたんですが、特別できることはなかったんです。
ただこのアスチャンネルのオファーをいただきまして、あの一緒にお仕事をしませんかとアスチャンネルのスタッフさんが言ってくださいました。私はすごくあのいろんなことがあって、いやこんな私のことを受け入れてくださるんだっていうふうに思っていて、正直アスチャンネルを始める前はたくさん不安もありました。ただ今日こうして見てくださっているファンの皆様、そしてこういうコロナという中でも諦めていたバースデーイベントがこういうリモートという形でできるありがたさや幸せを今日感じています。あの皆さんに見えていないと思うんですが、すごくたくさんのスタッフの方が飾り付けとか、カメラだったりいろんな音響だったりとか編集だったりとか、すごくたった2週間でたくさん動いてくれました。あのまずアスチャンネルスタッフの皆さん、そして今日ここに来てくださった皆さん、そして応援してくださってる画面の向こうのファンの皆さん、今日皆さんとお誕生日が迎えられて、私は今世界一幸せだと思います。本当にありがとうございました。アスちゃんありがとうございます。うん、あ大丈夫ですか。あいいのかな、紹介して。ちなみにこの飾り付けを徹夜で一夜漬けでやってくれた炭治郎と禰豆子です。あ、一晩かけてやってくださいました。ちょっとじゃあ一言お話ししますか。はじめまして、アスチャンネルの、炭治郎をやらせてもらってます。同じく禰豆子をやらせていただいております。私も、アスちゃんの、お仕事のお手伝い、ね、あの始めてまだ間もないんですけど、すごくよくしてくださってて、いつも大丈夫って、あのいつも遅くまでありがとうって言ってて、私あの伊之助がすごく好きなんですけど、なんかそれもなんかあの生えてさっきくれて本当にびっくりしちゃって、大事な伊之助がいいのかなと思っちゃって本当に嬉しくて、はい、ファンの方もねあったかいし、あすちゃんがいい人だからね、とてもいいなんだなと思いました。ちょっとまとまってないですが、はい。炭治郎の子から呼ばれて、一緒にこちらの素敵なものを作り上げたんですけど、やっぱ最後までやってよかったなって思って、すごいあずさんにはあずかさんに出会えてよかったなって思ってます。ありがとうございます。ありがとうございました。炭治郎くんと禰豆子ちゃんでした。本当にねお疲れ様でした。はい、そしてアスチャンネル生配信を初めて見てくださった方、そして以前から応援してくださってる皆さん、今日は本当に皆さんと素敵なお誕生日が過ごせてよかったです。こうした形で遠くにいても皆さんとつながってるんだなって、たくさんのコメントを見て応援されているっていうことがまた感じることができました。とても温かい時間をありがとうございます。本当に私は世界一の幸せ者だって今思っています。なのでこれからもアスチャンネルの方どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。自分にハッピーバースデー。